久保さん。トラさんみたいな格好じゃないですか。まあ、本当ね、経費かかんないですよね、ネットビジネス。まあ、久保さん、ジンドゥね、ジ獄。ジン獄もゼロワ。ワードプレスとか、サーバーとかね。人、ないしね、ジン獄ですからね。ジン獄。<laughs> 今ね、無料ホームページでもね、すごいですからね。おしゃれだし。昔ね、ホームページビルダーっていうのがあってね。 ホームページを作るのにホームページビルダーみたいななんかね、ありましたけどね。うん、今、なんか全部無料できちゃうわけなんですよね。でも結局こういうものをみんな使わないんですよね。うーん。僕と久保さんのやっぱ他の人と違うところは、やっぱり無料をね、使い倒してるっていうところがやっぱ非常に多い違いがあるかなと思います。こんだけ YouTube の本数アップしてる人もまあまあいないんで、 使い倒してますよね、無料。久保さんもド類の無料ホームページで1万サイトぐらい使い倒してますよね。<laughs> 1万サイト作っても0円みたいなん、ね、で。だからね、無料まずね、使い倒せってことじゃないですかね、お金稼ぎたいんだったら。だったら、なぜかっていうと、無料ですから、そこから収益上がればほぼ100%じゃないですか。どうですか。でもこれ経費かけると、 うんまあその損益分岐点みたいなのありますから、もう損益分岐点ないんですよ。なんか0円だから。なんかもう、はい、収益みたいな話なんで。使い倒せばいいと思いますね、この無料を。とにかく。うん、いってらっしゃい。